工部省工部省は明治政府の官庁の一つで大上官制度の下で近代国家のための社会基盤整備と食産工業を推進した中央官庁である。1870年創設、1885年廃止。日本電信電話の前身にあたる。鉄道技師長のエドモンドモレルの提案を受けて伊藤博文は山尾洋蔵と協力し大上官に 工部省の設置を働きかけ、明治3年ウルー10月20日、工部省検知が決まった。しかし、部局の組織化には10ヶ月を要し、明治4年8月14日になって、鉄道、造船、鉱山、製鉄、電信、灯台、製作、工学、観光、土木の重量と測量の一子が発足した。工学量と測量子を除くと、他のほとんどは、 民部省からの遺憾であった。モレルは公共事業を主管する部局を意図していたのに対して、大城管内では海外から産業技術を導入し、植産工業を推し進める部局として認識された。後部、大輔の伊藤はすぐに岩倉施設団副市として外遊に出かけたため、後部省友の山尾が初期後部省のまとめ盛り上げていった。しかし、 多数の外国人技術者、技術アドバイザーを高級で雇ったため、それが国交圧迫士官主導の植産工業は行き詰まった。1880年代前半には、工部卿、佐々木隆之のもとで、鉄道、電信などを除き官営工場の民間への払い下げが進められた。1883年9月22日、工作局、鉱山局を廃止し、その事務を 省の直轄とする。品川工作文局は、品川ガラス製造所、兵庫、長崎工作文局はそれぞれ兵庫、長崎造船局、各地鉱山文局はそれぞれ佐渡、幾野、三池、兄、院内鉱山局と解消した。明治18年12月22日、内閣制度とともに、工部省は廃止されて、低新省と農省務省に分割、統合された。なお、 鉄道事業は内閣直属になり、電信、東大などの事業は低信省に引き継がれ、郵便と一体化された。工部省は工学寮という技術者養成機関を持ち、工学校を運営した。1873年7月、当初は予備教育のための小学校も予定されていたが、工学校と県に就任したヘンリー・ダイアーは6年生の大学校のみとする。 学則を定めた。明治9年には、工部美術大学校を併設した。明治10年に、工学寮が廃止され、工学校大学校本館が完成するとと、正式に工部大学校と呼ばれた。1885年に、工部省の廃止が決まり、工部大学校は、文部省に移管され、翌明治十九年の帝国大学令により、帝国大学工科大学になった。これは、 現在の東京大学工学部にあたる、大倉省、工部省遠隔報告、1889年、鈴木敦紙編、工部省とその時代、2002年、ISBN4 から634522403、柏原博、城、工部省の研究、2009年、ISBN978 から4から766416114、ありがとうございます。